こんにちは、哲郎です。今日は晴天をつけ第12回の解説です。今回は見応える内容だったと思います。今日の解説もいつもと同じくドラマの流れに沿いながら史実に基づき分かりやすく解説していきます。それでは今日の目次です。1、栄一、円四郎と出会う。2、長七郎、涙の説得。3、栄一、京へ行く。4、慶喜、京へ行く。この4本立てで今日はお送りしたいと思います。早速、栄一、円四郎と出会う。さあ、史実を踏まえてですね、この円四郎との出会い方見ていきたいと思います。ドラマでも栄一がとっさまに感動してくれと頼み込み、このね渋沢家を離れようとしました。そして喜作と江戸に行く場面から始まりました。ここですっかり変わった江戸の風景の中、幕府の取り締まりに目をつけられて追われていた。そこで円四郎と出会いましたね。さて今日はここからね、こう解説していきたいと思います。まずこの出会いに関しては諸説あるということを最初に申し上げておきまして、その一つでも個人的にですね、可能性が一番高いんじゃないかなと思われるものをお伝えしていきます。渋沢栄一と平岡円四郎との出会いには川村江十郎という人が関わっています。ドラマでも登場していましたね。この川村江十郎というのは平岡円四郎の部下にあたります。そしてこの川村は平岡が実際にね、こう才覚を見抜いてこう抜擢したと言われている人物です。そしてこの川村江十郎と顔見知りになったのが喜作でした。これは栄一もそうなんですけども、血洗島から江戸に遊学していましたね。剣術を習って学問を学んだりしていました。そういった中で喜作がこの江十郎と遭遇します。さて、この川村という人はですね、仕事はまあそれぞれまあいろいろあるんですけども、その一つにですね、城下町、要はその城内ですね、こういった塾や道場をこう回って、気骨のある有能な人物を探すというのも一つこの人の役目でした。つまりですね、一橋家のこの家臣を探していたということなんですね。そこで気骨のありそうな喜作や栄一に目をつけた。ということです。そこで川村は栄一と喜作を自分の上司である円四郎に引き合わせました。つまり今で言うとそのなんて言うんですかね、スカウトの面談というところですかね。そこでこの渋沢栄一は自説ですね、まあ自分が思うこの国に思う気持ちとか自分の思うところですね、これを武士相手にですね臆することなく語ったとされています。しかしながらこのね、平岡円四郎というのは当時の渋沢栄一の見識よりも当然ながらですね、世の中の情勢をよく知っています。そこでこの気骨のあるね、青年たちにこのように言ったとされます。日本の外にはどれだけのね、異敵、まあ外国の敵ですね、がいるか知っているかと。それらがどのように暮らしてどのような文化を持っているか知ってるかいと。何も知らないで日本で日本のことだけしか考えていてはダメだということをね、こう円四郎に言われるんですね。日本以外のことなど考えてことなかった渋沢栄一はこの言葉にね、こう愕然としたと、唖然としたとあります。この頃の似た話で言うとですね、まあ皆さん勝海舟という人がですね、坂本龍馬をこうね、要は自分の門下生弟子にしたんですけども、この頃は鎖国がずっと続いてて海外なんていうものの文化をみんな知らないわけですよ。今のこう日本のね、我々の状況と違いますから、情報が全くない。そんな中でですね、この海外というのはこういうのだぞと、世界っていうのはここ広いんだぞと。皆さんこの時ね、地球儀とかないんですよ。本当に世界地図だってこう手に入ってる持ってる人なんかいないぐらいですからね、この当時というのは。だからこう自分がこう気骨があって世の中のために、将来ってこう日本のためにと思ってたらいいんだけども、それよりもはるか上の見識の人に出会ってしまった。まあこれはびっくりしますね。ですから栄一もこの円四郎の見識を多分聞いた時にですね、相当まあこう驚いたと思われますね。さらにそんな円四郎から京に上洛するので家臣として使えないかと誘われるんですね。ですがこの時栄一と喜作は横浜焼き討ち計画のね、実行を決めてましたから即答することができず、もし折が合えばお使いしたいと思いますみたいなことをね、言うわけです。濁すんですね、言葉を。すると円四郎は上洛する時には平岡円四郎の部下を名乗っても良いということを伝えました。多分このね、農民出身のこの二人の気骨というか、こういった青年を多分気に入ったからこういうことを言ったんだろうなと推測できます。ここでちょっと余談なんですけども、この川村江十郎という男はですね、剣術はそれなりの腕前で天然理心流を学んでいました。幕末天然理心流といえば新選組で知られる近藤勇、土方歳三、沖田総司などが使い手です。そしてですね、この川村は円四郎の護衛役も務めていました。ドラマでは川地利明、これは幕府のね、幕閣ですけどね、また再登場しまして、平岡円四郎に水戸浪士がね、お主の命を狙っているぞと忠告した場面がありました。ここまでね、ドラマをこう見てきた人はわかると思うんですけど、水戸藩は外国を追い払えという攘夷を第一に掲げていた藩であり、成明も過激だったですよね。その息子である慶喜が攘夷をしないのは側近が怪しい、つまり平岡円四郎が慶喜をたぶらかしているんじゃないかと、こういう疑いをね、水戸藩の浪士たちが持つわけです。
そしてそれは円四郎が京に上洛した時にこの水戸浪士たちに襲撃されるという事件が起きるんですけど、これはまたドラマでね描かれるはずなので、その時にまたね見てみたいと思いますけども、川村は円四郎が襲撃された時にですねこの応戦しまして、浪士2人を切り倒しています。ちなみにこの川村はですね、維新後明治6年にですね大蔵省に入って、その後大久保利通とも関わり、その他役職をいろいろ歴任していきます。そして明治31年に亡くなるんですけども、幕末明治の動乱を駆け抜けた人物の一人としても非常に興味深い人であります。平岡円四郎と川村エジュートのこの京でのね、まあやり取りというのは今言っちゃうとねあれなので、京でこの後ドラマで多分きっと出ると思うので、どのようになっていくかぜひね楽しみにしていきましょう。2、長七郎涙の説得。まあ、このシーンもね良かったですね。栄一たちはいよいよ横浜焼き打ち計画を実行するため京に身を隠していた長七郎を呼び戻します。長七郎なしではこの計画はないというほどに栄一たちに影響を与えてきた人物です。そんな長七郎でしたが、ドラマではこの計画は無謀でありただの犬死にに過ぎないと、絶対に中止すべきだとね、こう涙ながらにして訴え、大激論を交わすことになりました。その結果栄一たちは横浜焼き打ちの計画を中止とします。ここはね史実に近くこう再現されている場面であって、個人的にはね本当に名場面でしたね。このね涙の説得には長七郎が実際京で起こったこと、そしてその起こった事件を実際に見てきたこと、現状を知っているということがね深く関わっています。ですのでここをねできるだけ分かりやすく簡単にちょっとねお伝えしますと、長七郎が涙ながらにこの説得に当たったこの内容なんですけど、攘夷つまり外国を追い払えという勢力が武力行使して暴走しだしてしまったと。それが前回のドラマでナレーションでこう軽く説明ね最後の方されたところなんですけど、僕のこの動画でも青天をつけ第11回の後編で少し触れていますが、下関事件つまりこう長州藩が外国船を砲撃した事件とか、薩英戦争、薩摩藩対イギリスとのこの戦争ですね、こういったことになっていた。しかし結果はですね、外国の軍事力が上を行くということが分かった。つまり今の日本の武力では太刀打ちできないことだと分かりました。そこで薩摩藩は方向転換しイギリスに接近し、さらに派遣団まで行かせて武器や産業技術を導入しました。つまり攘夷はやめたんです。しかし長州藩は攘夷派の公家を取り込み、天皇を巻き込んで攘夷を続けようとして暴走していきます。これにはさすがの外国嫌いであった孝明天皇も危機感を覚え、過激な攘夷運動はやめさせるようにということになり、その意向を汲んで薩摩藩と会津藩が手を組んで朝廷を取り仕切る攘夷派の公家ら三条実富らですね、これを武力行使により御所から追放したと。これが8月18日の政変という事件で、長七郎はこういうことをですね栄一たちにまあ教えるわけです。その他にも天柱組といって攘夷に敵対する人物たちをこう暗殺してきた措置式もですね決起してたんですが、鎮圧壊滅させられてしまいました。つまり攘夷は天皇の意に沿わないんです。むしろ攘夷をしてしまうと国賊になる恐れがある、そういった状況にここ数年の世の中が変わってしまったんだ。だから今攘夷をしたところで何の意味も持たない、これを長七郎は懸命に説得するわけです。ここまでの説明でなんとなく分かってもらいましたかね。この辺ちょっとややこしいかもしれないんですけど、つまり長七郎は栄一たち無駄死にしてほしくないって本当に心から思ってるんです。この説得はですね、まあ2日間ねこうずっとね深夜議論されたんですけど、最後の説得の時にですね、長七郎はもし横浜焼き打ちを実行するならば、まあ自分の首を落としてから行ってくれということで刀をバンってね突き出すんです。この命をかけた説得により栄一たちは考え直すことになりました。長七郎の命がけの説得があった頃こそ、まあ後の渋沢栄一がある。そこで後年ねこのことについて渋沢栄一はね述べていることがあります。高崎城を乗っ取り横浜ねこの焼き打ち計画のね思いとどまわされたこの長七郎の一件については、今日からねこう考えてみると、その時の長七郎の意見というのはすごくね的を得ていて、自分らの決心はもうものすごく無謀であったと。実に長七郎が自分ら大勢の命を救ってくれたことにまあね感謝しているみたいなことをね、言っています。ということで前編はここまでになります。この目次の続きは後編になります。ぜひ後編の方でもお会いしたいと思います。それでは失礼します。